東京上野動物園は2日、妊娠していない可能性が高まったジャイアントパンダのシンシンの一般公開をおよそ1ヶ月ぶりに再開しました。この日はシンシンの元気な姿を見ようと、午前9時半の開園から多くの人が来園しました。かわいいパンダちゃん。かわいい。かわいかった。そうだよね。まあ、次に期待してね、まあ、元気でやってくれればと思うね。あまり、頑張ってって感じですね。課題に期待すると、いいことあまりないと思うからね。シンシンは実際は妊娠していないのに、しているような様子を示す偽妊娠の可能性が高く、動物園は屋外で運動不足を解消させることにしました。兆候としては偽妊娠の可能性もかなり高いということでお知らせしていると思いますけれど、ただ今でもですね、まだそういう状況が続いてますので、はっきり、これは偽妊娠ですよと確定はできません。ただ彼女の健康管理を考えて、こういう形で、ですからそういう意味では出入り自由にしてですね、職員も様子が見られるようにしてますし、夜間の観察は引き続き続けておりますので、そういうやり方をとっています。ぜひ元気でですね、いるところをもう一回見ていただいて、また来年に、つなげていくようなことでですね、応援していただければと思ってますけれど。シンシンは3月にオスのリーリーとの交尾が確認され、5月から食欲が落ち、ホルモンの値が変化するなど妊娠の兆しを見せていました。